ね、なんかもう脱原発か反原発の方に政府が大きな舵を切ったのかなと思って期待していたら、浜岡原発を私の意思で止めることにしました。そのことをやはり大業に言って、今青山さんおっしゃったように後のことは一切何もないわけですよ。ですからそんなこと言ったら日本列島はもう地震国ですからね。あと50基のその原発だって、大変な危険な状態にあるであろうし、またその地震対策、津波対策の防波堤のような、なんていうんですか、正しくは、防波壁のようなものができたら、じゃ再開するというのであるならね、たった防波壁ができればもう安全なのかということにもなるわけですよ。そこら辺のね、危険に対する検証もしっかりなさってないのと、それから自分たちのグランドデザインもない、そして国民に情報を開示していない。で、たまたま我々はこうやってテレビ見てて分かることは、ああ世界の原子力ビジネスというものに日本はどっぷり使ってしまってるんだなと。またこういう自治体も交付金というものもね、もらっていて、原子力ありきの、原発ありきの生活になってしまった。また電力が不足するといって、これもいやいや脅しをかけられているというところがね、なんか国民はこの際いろんなことが見えてきたわけだから、この原発事故によってもっと冷静になって、エネルギー問題についてね、科学者もね、みんなもっともっと真剣に考えてほしいなというのが、あの記者会見を見て一つの中村さん、まあ、この浜岡以外にも日本原発いっぱいありますね、はい、それから計画もあります、はい、これ全体 の, そのエネルギー政策への影響っていうのが大きいんじゃないですか。だからこれが一番これからの大きな課題になると思いますけど、今現在よく原発って言ってますけど、原発現在31基は停止中なんですよ、はい、で、54基のうちね、はい、つまりそれだけ原発には大きな問題があるってことで、あの福島第一の問題が起きた時にすぐに私は少なくとも浜岡は停止するというような形に本当は舵を切らなきゃいけなかったんだと思います。だから本来は停止ではなくて廃炉の方向に持っていかなきゃいけないと思いますけれども、防潮堤ができたらそれを再開するっていう動きでというのは津波だけを想定しているわけですよ、その部分も。しかし1年から30年以内に大地震が起きるということは、もともとその直下型の震源地の上に建設しているわけですから、地震の震源の威力で原発の建物が壊れるとかです、ひびが入るとか、そういうことだって十分に予想されるわけで、だとするならば廃炉にするっていうことをきちんと説明をしなければいけないと同時に、やはりこれはそのアメリカも含めて、福島の第一はアメリカがですね、原発輸出のもう GE がですね一番最初にやったことで、アメリカの製造物責任というのもあるわけで、国際的な協力のもとに次のエネルギー政策を考えますよということをきちんともう打ち出す段階に来ていると思うんです。再開を前提にした停止ではダメだと思います、はい。まあ、あのリーダーは、ね、大きな決断をするという役に持ってますけども、はい、そう、これから先どうするのかっていうね、グランドデザインみたいなのをきちんと早く立つ必要がね、必ず問われそうですね。Thank you.
自慢のインドの将校の制服、上着。2011年5月9日月曜日、ギャラリーマジックムーンがそろそろオープンすることになりました。